わあ、面白い山。あれ何かの動物？クマかなあれ。リス、ウサギ、シカ？違う、クマさんですわ。ひんやりしてそうなお山だから、白クマさんに会えるかもしれないわね。ちょっと行ってみよう。来た来た来た。本当に白クマだこれ。マリオさん、私も多分同じこと思ってるかも。とっても寒いですわよね、ここ。どうしてこんなに寒いのかしら。ピン？さすがの私にも、これはピンときましたわ。これって多分。氷神様がいるのかも。あ、じゃあさっきのあの水たまりの行けなかったところってあれ、氷神使うんじゃない？そうとわかれば、いつまでも寒がってても、お寒いだけですわ。ほら、氷神様も笑ってるし、私たちも頑張りましょう。ちょっと行ってみよう。うわー、ちょっと鬱陶に、超うざいの来たじゃん。絶対戦わない。絶対戦わない。なんだこれ。キラキラアイアンブーツ来たね。いや、これタイミング合わせての、来ると思った。かわした。絶対戦わないよ、俺。うわー、滑っていく。これちょっと気になるね。ふぅ。さ、先行こうか。そういうことか。黙って通り過ぎようと思ったけど。ここはどうするのだ。直して、これジャンプかな。普通に、あ、普通にジャンプだ。おお、ちょっと待ってよ。ここで紙っぺらが手に入るってことは、紙っぺらを使ってなんか謎解きをするんだな。なんだ、あ、こっちだ。こっち行けるね。よーく見たら、そういうことか。あ、分かったぞ。これどんどん移動させていくんだね。なるほど、パズルだこれ。パズルになってんだね。じゃあこういって次こうだね。でこういってこうだ。オッケー、賢い。セーブポイントある。メガブロスがいる。すみません、ずっしんずっしんしないでください。あ、全然言うこと聞いてくんない。お、多分そっち無理だからこっちだ。うわ、やめろ。とりあえずあいつをぶっ飛ばすしかないな。さっきのあの紙っぺらが手に入ったのこれだ。ここで使うためだ。なんて凶悪なんだ。うわ、お、魔法陣持ってんな。つけたー。お、魔法陣出てきた。神の手。あ、これを握って叩く。バンバン叩く。そんなうまいこといくかな。押した。わあ、氷神様のお顔がドアップですわ。歯がとっても丈夫そう。
どんなに叩いても簡単には折れなさそうですわね。これ多分ボス戦になると思うけど、なんかのヒントだね、戦い方の。簡単には折れないか。お、ここ魔法陣があるね。半分なってる。うわお。なんだ、どっち行けばいいんだこれ。あ、そこになんか魔法陣っぽいやつある。半分、これも同じようにやっていけばいいんでね。こういってこう。あれちょっとわかんないな。こっち行ってみようか。あ、ただのハートだこれ。でも今ガシャーンいったね。あ、復活。あー、これもしかして、そっか、全部の岩を壊しちゃいけないんだこれ。おそらく、ここのブロックさえ残ってればいいと思うから、こういってこういって。あ、ダメだ、詰んだ。あ、どんどん失敗するごとに舐められてんな。そうだね、この白い岩を壊すんだ。うわー、これちょっと溶かせてほしかったな。こうだ、でこうね。はい、ハマるはい、ハマるって言っても間違えたからな。握る、ん、叩く。きた。おお、すごいとこ来たね、ここ。さあ、直して。やばい。なんかやばいことやってんじゃないこれ。絶対転がってくるでしょう。転がってきたー。こっち来るかな？こっち来ないな。これどうすりゃいいんだ？これ、もう逃げ場がないから行くしかないよね、これね。あ、でも。なるほど。うわ、無理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 。ガー、食らうとこうなるのか。さあ、かわして、まだ上にいるね。ハリボテメットをゲット。さあ、かわして、さあ行こう。多分これはこの切れ目から行くのか。これはもうなんか隠れる場所がないから、もう、あ、そういうことね。さあ、いった。 OK。 さあ、次。お、セーブポイントある。てことは、これは何なんですか。またあれか、はめるパターンか。失敗失敗してもこれリセットできる感じになってるのかな。なるほど。
それじゃあ行こうかな。とりあえずちょっとこっちから行ってみる。あれ、なんか色がついてるブロックをぶっ壊すのかなと思ったんだけど、それだといけないしな。こう行ってこう行ってこうでこうか。今度はうまくいった。あ、こっからまたか。あ、でもこの氷の板を動かすわけじゃないのか。こういう動きしかできないもんね。これ何なんだこれ。かっこいいこと思いついたけど、滑りながら壁を叩いたらかっこよくないですか。なるほど。あれ、これを壊すとかそういうことかな。あ、そういうことか。あ、動けるようになったぞ。っていうかどこに行きたいんだ俺。どこに行きたいんすかあ、これでいけんのか。なるほど。適当にやってたらいけたわ。さあ、こっからボスだね。あ、滑っていきたい。ヒュイー。あー、壊しちゃった。ブロック、ハテナブロック行きたい。あ、さすがにあれ滑ってる途中にハテナブロック叩くとかそういう高等技は必要とされてないか。驚いた山越えの大ジャンプでしたわ。さて、山の反対側まで飛んじゃったみたいですけど、ここはどこ？来たね、ハテナブロック気になるなこれ。おお、え、これが出てくるってことは相当手強いってことじゃない？これは？滑るからな。うわわわわ。これはちょっと苦戦しそうだよ。こっち行ってみよう。ファイヤーフラワーがこのボスに効くかどうかだよね。出てきた。手長くない？なんかやっぱり氷神様も折り紙にされちゃってます。氷を使うならすごくお強いかもですわ。マリオさん気をつけて。これ氷だから日神の力使うんじゃないかな。でかいな。